のリード。ここは綺麗に決めていきました。でついていきます。ここ一人三輪を飛ばして、厳しい長野、第2セット最初の得点奪っています。そして宮野サーブ、首役上げて打ち込んでいった中本。パナソニックが2点のリード。ここは綺麗に決めていきました。この第2セット入っているドニです。の松本市総合体育館です。ハリオのドニが決めて、これで9対7です。もう一本、そして拾った、もう一回アラウジョ、決まりました。ラインギリギリ、そしてアラウジョにボールを集めて、ここは得点を取りました。宮野サーブ、首役拾った。ここで入っている狭間が得点を決めています。追いついた VC 長野、宮野サーブが続きます。ここ押し込まれたところですが、また狭間でしょうか。位置でここブロックに行って押し返していきました。ご覧いただきましょう。ここよく狭間、10対9、VC 長野が逆転しています。深津が上げて、清水サーブですがネットです。ラウショのサーブ、高く上げて、強い、組役が上げた、ライトから、今度また清水が、小宮のサーブから一人飛ばして、ドニが打ち込んでいきました。ここでまたドニが決めています。ハリオのドニが決めました。第12です。ドニのまた強烈なサーブ、首役です。バックから得点を上げていきます。清水のサーブ、強いサーブだ、打ち込んでいって、そして風間のサーブは長かった。バックトス、深津のサーブ、ドニに戻して、ドニが打ち込んでいった、なんとか上げた、どうする、今度はラウジョ、深津が上げてアンダーのトス、ここは返すだけ、三輪から一人飛ばして、ドニ決めました。VC 長野でついていきます。ここ一人三輪を飛ばして、そして山内のサーブ、池田が上げて、速い攻撃、なんとか拾った、どうする、アラウジョダイレクトで叩いていきました。これで VC 長野24点目、セットポイントを握りました。さあ第2セットは VC 長野がセットポイントを握りました。ホームでのゲーム、さあこのまま第2セットを取ることができるかどうか。
池田のサーブ、クリアクはアウトになりました。Go!